はい、対カービィですね。まあ、フレームデータが優秀なインファイターで一部の技に足向きがついてたり、体の大きさに対して真空判定がちょっと優秀だったりと、まあ、割と典型的なインファイターなタイプだと思います。意外と使う側としてもね、シンプルで使いやすいキャラなんですけど、まあ、機動力が遅くて飛び道具、使いやすい飛び道具もないっていうのが、まあ、弱点になっちゃって強キャラとは言い難いというような評価を受けてるんじゃないのかなと思いますけど、まあ、コンボ火力とかも悪くないし、まあ、相手がベクヘンミスったらね、そのままワンタッチで撃墜までいけちゃったりするし、撃墜力がね凄まじいことになってるんで、まあ、どの技当てても撃墜できますよねみたいな、結構凄まじい撃墜力を持ってるのもあって、わりかしオンラインだとね強いというかね、結構苦労するキャラなんじゃないかなと思います。まあ、基本的には引いて差し返しとか引きながら技を置いとくみたいな立ち回りになるかと思います。まあマリオの気持ちになるといいんじゃないかなと思います。技ブンブン置いといて相手が近づいてきて当たったらラッキーみたいな。マリオは空中軌道を生かして自分から手に行くけど、タイカービーでは当たったらラッキーみたいな感じで置いとくっていうのがいいんじゃないかな。まあ先に言っとくと、タイカービーはマジでぶっさいくな戦い方になると思う。特にマルキナーだと空 N はね、カービーに対して当てるの難しいんで、まあ、空前を急降下せずに空前をフューンフューンフューンって置いとくのが本当に一番安全というかね、リスク少ないんで、その戦い方になっちゃうから、見た目はちょっとブサイクになっちゃうんですけど、まあリーチ差を生かして、機動力の差を生かして、なんとか地上で頑張ろうって感じですね。復帰阻止ちょっとむずいんで、まあ、無理しないぐらいで当たったらいいかなって感じで、低リスクにすぐ帰るぐらいの勢いで復帰阻止したらいいかなと思います。あと空母が結構発生も早くて、吹っ飛ばしもね十分強くて優秀なんで、後ろ向きのカービィに対して技を振るときはまあ気をつけましょう。って言ってもマルキラだったら全然最低空で技出せば反撃取られないんですけど、まあ、ジャスがされやすくなっちゃうんで、最低空の技ってまあある程度後ろ向きのカービィには注意した方がいいかな。ただそれ以外、密着だろうと前側のカービィだろうと、技ガードさせてしまえばそこまで速いガーキャンはないんで、こっちのガードを張っとけばまあガードが間に合うことが多いかなと思います。で、つかみも低パーのコンボはちょっと痛いんですけど、中パーなんもないんですよね。で、撃墜も160ぐらいないと撃墜されないんで、まあ、つかみをあんまりしてこないイメージですね、中パーのカービィは。なんで、まあ、ガードさせてしまってもガード張っとけば、割とガードさせた後に自分がガード張っとくと割と安全なことが多いかなと思います。で、この状況、自分がストック有利な状況、マジで攻める必要ないんでちょっと NB はあれ、なんかついつい押しちゃって、ここを無駄な撃墜しちゃったんですけど、まあ、基本ストックカービィみたいな機動力遅い相手、機動力遅くてリーチがあんまりない相手には、基本ストック有利取ったらね、待っとけば勝ってるかなと思います。ちなみに、あのガウェビー、マリカービィのウェビーは結構腹筋の時に飛び出してきたり、立ち回りで振ってくるカービィも多いんですけど、ガードしてしまえば近距離だったら簡単に反撃取れるんで、まああれはガードでいいかなと思います。だから崖上待機する時もガーキャンウェビーで飛び出してくるの読みで、ガードで待っとくといいかなと思います。まあ、ガードで待っといて、ガーキャン、あ、ガーキャンじゃない、ウェビーでそのまま崖掴まれたら、ガード解けば全然崖狩りにフレーム的に間に合うと思うんで、それでいいかなと。あと、カービィ、わりかし技、キャラによっては技当てるのが難しいと思うんで、撃墜ちょっと苦労するかもしれないですけど、軽いんで、気長に差し合いましょう。で、わりかしカービィ側って、まあ、技ごとの撃墜力は高いんですけど、結構ね、まあ、撃墜技は発生がそこまで速くなかったりとかで、当てるのちょっと苦労するんですよ。で、スマッシュにつなげるコンボとして、空前落としとか空下、下り空前とか下り空下からスマッシュが確定したりするんですけど、まあ、わりかしこう見れる猶予は長いんで、相手がちょっとでもミスればこっちが回避とかガード間に合ったりするんで、まあこっち撃墜隊で下ってくるカービィに対しては、まあ回避とかガードをしとくといいかなと思います。で、カービィ、あのライン詰めた相手に対する圧もちょっと弱いんですよ。
カービィの空中の機動力が弱いせいで、こっちジャンプしてライン回復狙えば結構簡単にステージ中央に戻れるんで、あ、ライン詰められちゃったどうしようって時は、まあジャンプ多めでいいかなと思います。横回避はね、ウエスまで駆られがちなんで、まあジャンプした方がいいかな。ジャンプしても食らうのせいぜい空前食えるなんで、そこまで、いや食えるのは死ぬか、食えるのは死ぬな。まあそこはあくまで読み合いなんで何とも言えないか。まあでもジャンプした方がライン回復は比較的楽かなと思いました。あ、そう、下強がこっちが転んじゃってスマッシュ振られちゃったりするんで、下強の間合いではガード固めるか回避とかで引き捨てで逃げることを意識しましょう。まあカービィの地上の機動力が低い、地上の機動力も空中の機動力も低くて落下速度も遅いってのがあるんで、その下強を当てる展開に持っていくのがカービィ側が大変なんで、自分で相手の下強の周りに入らないように注意ですね。今の空下とかも多分パーセントもうちょっと低かったら確定するんじゃないのかなと思うんですけど、空前とかはね結構簡単に確定するんで、空前から横スマとかが本当下ってくるカービィには要注意ですね。あとはまああんまりカービィで見ないですけど、メタナイトとかデデデみたいにこう多段ジャンプで様子見してくるタイプに対しては早めに空前とかで対空をしましょう。あのカービィもメタナイトも何、空中の機動力はないんで多段ジャンプで様子見して相手が来そうだからちょっと引くみたいなのがあんまり強くないんですよ。なんでちょっと深めにね、多段ジャンプに対してちょっと深めにグイッと空前とかで差し込めば簡単に枯れるんで、そこは意識しとくと、まあ、多段ジャンプで様子見してくるタイプに対してちょっと簡単に処理できるんじゃないかなと。で空前とかで対空ばっかしてると相手が地上から来るんで、地上のカービィ DA しかないんで、下強も強いんですけど、下強はガードしてばいいかな。 DA はガードしちゃっても反撃難しいんですよね。ガードしても引いても反撃難しいんで、 DA はなんだろう、自キャラでちゃんと取れるガードして取れる自キャラの技とか取れる間合い、カービィの DA 持続が3段階ぐらいあるんで、どこでガードしたら取れるのか、どこでガードしたら取れないのかとかをちゃんと調べといた方がいいかな。じゃないと無限に空前で、あ、無限に DA でシャトルランされてずっと何もできないわみたいになっちゃうんで、 DA に対しての回答はちょっと調べた方がいいかも。あ、あと捕まえたら基本外ぶくやんしとけば火力も低くなってチューパイクは何もつながらなくなるんで、捕まれたら外ぶくでいいと思います。掴み撃墜も投げ撃墜も弱いんで、ね。